どうも白石秀則です。このチャンネルは44歳の音楽家白石秀則と猫3匹との生活や音楽経験談を話してみて、弾けたりをしてみたり、オリジナルを披露してみたり、 BMSG BE:FIRST を中心に音楽的リアクションをしてみたり、介護の話をしているチャンネルになります。よかったらチャンネル登録、高評価の方お願いします。はい、今日はですね、 GQ JAPAN さんから公開されている BE:FIRST の人生に欠かせない10のアイテム10 Essentials をね、ずっと見たかったので見ていきたいと思います。さあ早速、ただおじさんが BE:FIRST を見て、ニコニコする動画になっていくと思います。せーの、ポチリ。あ、すごい、裏地もかわいい。すごいすごいすごい、かわいいな。すごいすごいすごい、GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。BE:FIRST です。10 Essentials。僕らにとってなくてはならない10個のアイテムを紹介します。はい、Are you guys ready for introduce your items? Yeah, yeah. Yeah, let's get it started.最初のアイテムはマイクです。いつも僕たち生歌、生パフォーマンスをさせていただいてるんですけど、この自分たちにとってこのマイハンドマイクっていうのはなんかスタイルをね、象徴してるようなものなので、マイマイクもあるもんね、名前が入ってて。これは事務所の練習用と一緒ですか？そうだね、このマイクは事務所で使ってるのと一緒だね。踊るからね、僕たち左手使って軽さが一番僕は好きかな。あとあの音のね、なんか広がりとか自分たちの声の入れやすさとか、入れやすさ、どれぐらい個性が出るかっていうのも結構試したよね。ものによってあの持ち手が全然形違ったりするんで、意外とでもあのテレビ局さんのマイクとか俺が好きで、へこんでるとこ、へこんでて、そう出っ張ってるからその落としにくいっていうか、めっちゃ俺も好き。マイクとイヤモニは今ではもうセットみたいな感じになってるけど、最初の方とかはこうイヤモニなしでパフォーマンスしてたから、こうマイクの音とかを頑張って返しで、前にスピーカーがあるんですけど、それの返しを聞きながらこうパフォーマンスしてた時があったので、すごく今では懐かしいんですけど、ちょっとテンション上がってあの転がしからずれたらもう聞こえなくなっちゃって、めちゃくちゃあったですね。その時期があったからなんかちゃんとマイクを通して音楽を聞くっていう能力もついたっていう感じはありますね。はい、大事大事。転がしってモニターのことね。ちょっといい匂いするよね。なんか大人の匂いがしますね。そうなんです。ボクソータのアイテムはこちら、香水です。いやーパフィーローラーいっぱい持ってるんですけど、この2つはダンサーの頃の匂いとBE:FIRSTになってからの匂いなんですよね。そう、ダンサー時代にいろいろ探って厳選した中で一番好きだった匂いで、アーティストになってから探って今のところ一番好きな匂い。どういう？あ、でも結構序盤にだからあって最初の方とかに結構つけてたやつ。臭いこと言うけどなんか初心に戻れるね。ああいいことね。どういう系の匂いが好きなの？最近はそれこそアロマキャンドルとかにハマった時期だったから、あの甘い匂いが好き。攻めすぎずに落ち着ける匂い、安心する匂いですね。ロージュはこっち？じゃあ一回匂ってみて。どんな匂い？こっちの方が匂いいいんじゃん。ああ、確かに最近の倉庫だ。ちょ実践してみてよ。実践すんのこっちで。今つけてないんですよ。こう出してもこういって、こういつも通りで、ここで終わるんだけど地味中。ああ全体に振りかける感じか。まあまあいくね。ソータの香りがここに一気に。ゴリラまで香水ついちゃった。今日は一日ソータの匂いだ。僕、シュントのアイテムはドライヤー。ドライヤーです。来ました、大事。いい、黒髪から初めてこう金髪に染めて、あの髪が やっぱり傷んじゃうので、ブリーチもにめちゃくちゃいいドライヤーです。違いない、高級ドライヤーだよ、これだけは絶対忘れないですね。何を忘れても。リュックのスペースは取るんだけど、それでも使いたいんです。それはそう、ね、それでも全然いい。これ本当にすごいからね。もう新型も出るしね。新型ももう出てる。ようやく出てるです。全然詳しくないです。これ何より威力が強いのがいいよ。あ、早いよね。乾くのも早い。乾きが早い。みんなで行ったよね、店舗に。そうみんなで店舗に行って、僕は情報持ってきてみんなも使った方がいいよって言ってみんなで行って、ほぼみんなで買いました。体験したら分かるんですよね。美意識だけ。オイルとかもつけてないのにサラサラになる。でもみんなね、即決で。なんかリハでさ、汗かいた後の髪だったんだよね。そう、ゴワゴワだった。ゴワゴワだったのが、なんかえってなって。
なぎっしぎしで言ってたらね、お店できた瞬間サラサラで僕、マナトのアイテムはゲームカセットアクセサリーどうすんのどうすんのちょっと汚れてるちょっと汚れてる大丈夫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 ゴールドアクセサリーですあの最初は願掛け的な感じで、まあ、BE:FIRSTなるかならないかの時に買ったんで気合い入れもそうですしオーディションで今まで頑張ってきた自分も、まあ、褒めてあげる的な甘い意味で最初は本当にこういうのとかってあのデザインも一点物だったりするんで選ぶ時がやっぱ一番楽しかったりしますね。似合うよねゴールドね、マナト。似合う、そうでも似合うって言っていただけるんだけどつけてるイメージはあんまりないってことです。そうだからいいんだからいいそうそうそうだからまあそういうギャップも含めうわっ何て言えばギャップの後のなんかプッて抜いた感じギャップもうめっちゃ強いギャップ風も含めそうなんかいいのかなってちょっと自信がつく感じみたいなのが正直あると思う、はい、普通の号数で買うじゃないですかで指むくんだ日とかすっごい入りづらい時とかあるねとか逆にガバガバな時とか踊ったとかなんか取りづらくなったりそうそうそうちっちゃいするとこがまた可愛いなって可愛い可愛いなんかもう違う感情感情がねせっかくなんでつけてもらおうかなじゃあいいですかあらら可愛いどうもありがとうございます私この衣装でこれなかったのいいじゃん。かわいい。ゴールデンマナティ。ゴールデンマナティ。ゴールデンマナティです。GM って呼んでください。はい。僕龍平のアイテムは。いやそれ俺のな。意外と軽いねこれ。軽いね。こちらワイヤレスイヤホンになります。これね BOSE さんの最新機種になっていていいところ一つ目。ででん。業界最高峰のノイズキャンセリング。ノイズキャンセリング。ノイズキャンセリング。最高峰。いやもう本当につけるだけで、はい、あの世界が変わる。しかも、はい、片手で操作できちゃう。イコライザーが調整できます。アプリを入れることによって。だから低音の強さとか高音の抜き感だったりとかもう何でも。もう調整できてもできちゃいます。まあ前から BOSE を愛用してるんですけど、はい、ヘッドホン持ってたんですけど、イヤホンはこう新しいのが出るって聞いてすごい待ってたので、発売して1週間も経たないうちに買いに行って、でメンバーに聞かせました。これマジやばいから聞いてみたいな感じで。じゃあノイズキャンセルどれぐらいすごいかつけてみる。あいいよ。え俺らの声聞こえない？いやマジ聞こえなくなるよ。始まったらイエス。始まったら手挙げて。あこれ聞こえてないから。あ聞こえてない。龍平、龍平。おい、龍平。龍平、龍平。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 こうやってやってんじゃん。本当に。あ、ちょっと、ちょっと。すごい。いやー、ただいま。お帰り。ほら、もう世界変わってんじゃん。いや、もうね、やばいです。あら、かわいい。次のジュノンのアイテムは。いいね。iPad です。iPad です。iPad でーす。その iPad をまず買った理由が絵を描きたいから。カメさん、カメ。ちょっと見せたい。自分にジュノンにちなんで。僕が愛犬を描いた絵があるので。可愛い。見てください。こちらです。じゃじゃん。お上手。うちの愛犬を描きました。可愛い。めちゃくちゃ可愛い。ジャクラセルテリアっていう愛犬なんですけど。そうなんかこういう絵を描きたくて買った iPad なんですけど実は最近割と使い方が変わってきてあのパフォーマンス映像を見るのに使うことが多くなりました。1台あるんですけどあのパフォーマンス終わってみんなそれ使うんでその混雑するんですよその iPad の周りが、ね、そう、それをちょっとね位置抜けしてこうもらって USB 1人で見てそうさ自分の見たいシーンもこう、あ、見れるじゃないですか。そう、それがいいなって思って。かわいい、マジで。ちょっともうちょっと自信あるやつあったんだよね。ちょっと待ってね。ちょっと見ないで。ないわ。ちょっと俺、携帯の方だわ。同期してないの？やばいやばいやばい。何が出てくるの？そんなやましいもの入ってる。ないない。それはない。あらら。それでは、続いて僕、両家のアイテムは。おはい、ということで、はい、僕のアイテムは、ファッションです。Yeah. Yeah. 今回はですね、まあ、あのちょっと変わりよう、全然ジャンルが違う服を持ってきました。まず僕が今着てるのは、はい、あのアルジェラの
コートなんですけど、これすごく面白くてダッキングしてんの、このデニムの、でデニムのここもこんな切り替わってて、でここにもちゃんとポッケも入って、袖がさこれだと思うでしょ、うん、しかもそれこれなの、あ、すごい裏地も可愛い。ハリーポッターみたい。可愛いな。そうですね。じゃあ。やめとけ。これがですね、あの僕が大学に入った時に購入したものなんですけども、サンローランの L01 っていう、もうこれ以上見たことないようなあのかっこよさと上品が共存しているライダースジャケットになります。世界でラスト1点だったんですよ。これはもう本当に大切に着てますね。もう一つはですね、こちら。ヴィトンの2号コラボなんですよ、ヒューマンレードで2号さん、そう、色自体が結構落ち着いてるから、うん、すごいなんか上も柄でも合わせやすい、確かに、そう、これセットアップじゃなかった、そうそうだよね、そう、気づきで2号さんのコラボだからこそ出せるなんかすごい面白いアイデアと空想がなんかこう詰め込まれてるような、だからそんなにこう派手すぎないっていうか、まあ、派手なんだけど、だからなんか結構ヴィトンの中でこの2号コラボはすごい好きで結構何着か買いましたね。ウキ君のクローゼットとか見てみたい、物量が多すぎてこれで一回 夢でさ、服のなんかが波にこうさらわれる夢を見たんだけど、タンスからあの流れてきた音で起きてたの、だから夢とマッチしてたんだけど、次の方、次の方誰だっけ、俺誰だ、誰だ、誰だ、あ、僕レオのアイテムは本です。なんか自分の人生しか歩めない中で本を読むことによってなんか自分以外の人生を歩めてる気がして、それが人生全てに影響を与えてる感じがするので大事なものです。そしてここに僕たちの大ボイストレ大トレーナー師匠の先生、ユニオン先生の本もあります。この萌柄さんの本で言ってる言葉ですごく自分の大好きな言葉があって、あ、運命という言葉はかっこ芸がよく似合うっていう言葉があって、自分の人生振り返った時に全部今日につながるための日だったなと思うと全てが運命だったなと思うし、なんか本から得た言葉とかを大事に生きてる感じはありますね。桜って偉いよね、あの人に飽きられる前に散るんだから、そうそう、そういう言葉が入ってるな。そう、この本がすごく自分たちとめちゃくちゃ関わりがある本で、タイトルを見た時にこれは買わなきゃって思って買った本があるんですけど、それがこちら、じゃじゃーん、 Gifted。 もうなんか自分たちのデビュー曲でもあるし、なんか俺が読まなくて誰が読むんだろうと思ってすぐ手に取った本ですね。次のアイテムはボイトレだ。ということで次のアイテムは、はい、あのボイトレ あの実際にやってる映像を録画した動画になります。メイクの時間だったりとか、うん、あのマッサージする時間だったりとかの間にボイトレをするっていう時間があって、そこでりょんりょん先生が来てくれる時もあるんですけど、あの来れない時にこのボイトレの実際にした動画を見ながらそれに合わせてあのボイトレをね個人個人でやってますね。声出す発声だけじゃなくてちょっと筋トレ要素のあるものだったりとか、うん、ストレッチ要素のあるものだったりとかもあるので、普通にまあ歌う前だけじゃなくてもなんかできるような、こうルーティンにもこうできるような、名古屋公演でまあちょうど翔太君とりょう君と僕でがいたんで、りょうりょう先生と撮ってみたいな。歌う前にこれやんないとちょっと不安が裏返ってる。そうだ、なんかもうもはや安心するためにやる、うん、なんか安心してライブにこう臨むためにこうみんなやってるって感じだ、うんうん。次のアイテムはメンバーの集合チェキ。これはですね、あのとある夏フェスの会場で、あの各々が真ん中に来るように7枚撮ったチェキなんですけど、全員携帯のケースの裏に入れています。はい、なんか携帯のケースにさ、みんなさ何かしら入ってるけど何を入れようとこれが真ん中にそのドーンってあるんだけど、
ほんと仲いいね。言われる。みんな入れてんだよって言ったら、やばくないそれ。俺とかもう3枚入ってるんですよ。僕の誕生日の時にちょうど取材日でみんながケーキ持って雑誌の人がねチェキ取ってくれて、うん、3人ずつ俺のチェキが入ってる。携帯顔だらけやん。そうだよ。やっぱチェキエモいね。エモいよね。チェキいいよ。チェキのエモさ出てる、完全に。あとこれを取り始めてからみんなクリアケースしか使わなくなった。そう、リボンケースを見るように変えたいけど変えられないまで。変えられない。扉透明です。仲いいメンバーでは痛いね。てかより仲が深まってるもんね。なんか結成当時よりも全然、うん、なんかいいね。次元がもう家族ファミリー。家族すぎるよ、ね。うん、落ち着く。僕らのエッセンシャルズいかがでしたでしょうか。自分らでね言うのもなんですけど、はい、なかなか個性的でね僕たちらしいものが紹介できたんじゃないですか。確かに、はい、確かに、うん、いいアイテム紹介できたね。はい、エッセンシャルズ BE:FIRST でした。 See you! バイ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 。はい、BE:FIRSTの人生に欠かせない10のアイテム10エッセンシャルズ見させていただきました。いやねBE:FIRSTのコンテンツじゃなくてですね GQ ジャパンさんのコンテンツでこうやってトークがね聞けるの嬉しいですね。やっぱよそ行きなんだけども彼らの良さが出ていてねアットホームな感じがして良かったです。スカイハイさんもアイザショータもね確か、やってると思いますので、僕この10のアイテムシリーズよくあるじゃんこういうの、なんかね結構好きなんですよね。もちろん自分が好きな人たちのが好きなんで、またスカイハイで翔太くんのも見ていきたいなと思っております。10のアイテムやってみたいな。10もあるかな、ね、一人一人の10のアイテム聞きたいよね。あのメンバー7人の一人一人の10アイテム。昔なんかテレビでやってたあのセブンルールズみたいなのあったよね。その人のルーティンワークというかなんかルールみたいな、そういうのも結構好きなんですよね。はい、というわけで、今日はただBE:FIRSTの人生にかけたね10のアイテムを おじさん音楽家ベスティが見ていくよくわからない動画になってしまいましたが楽しかったです。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価の方お願いします。また会いましょう。白石秀則でした。